とこけそうになっちゃった。どうも加藤です。ぶらり加藤散歩 in 大崎下島三田来地区です。ここは風町、潮町、港町、江戸時代のね中継貿易港として人が集まり、物が集まり、文化が育った町には、江戸から明治、大正、昭和初期までに建てられた貴重な建物が混在している。その栄華の残像が平成、今平成や令和の今も日本文化を伝えているという場所でございます。カンニングしました。それを今日ちょっと散策してみたいと思います。お楽しみに。すげえな。現在地。ふう。旧芝居住宅。すごいね。看板がまだ残ってるっていうことは本当に田舎って感じだね。出た、古っ。緊張まで。逆側から書いてる。ともにもあるな。お、なんか大きな金付き塔がある。ここは何でしょうね。満州寺の石垣。へえ。お、立派立派立派。上がりませんよ。このマーク初めて見たね。なんか面白いね。黄色いペンキで塗ってるマンホール。実は道路じゃなくて壁だったりして。うわぁ、ちょっと受けた。